バブルサッカーは北欧ノルウェーで生まれたバブルボールを身につけてお互いに押し合いながらサッカーをするスポーツである。バブルサッカー協会関西支部モデル重量をおよそ 8kg2009 年頃ノルウェーのバラエティ番組ゴールデンゴールとフンブルズの企画でバブルサッカーが新しいスポーツとして取り上げられた。その後 YouTube 等の動画投稿サイトやテレビ番組で話題となり、 ヨーロッパからアメリカ、アジアと世界中でプレーされるようになった。世界的には IBF が設立され、2016年11月にはワールドカップがタイで開催される予定である。日本国内予選は IBF ジャパンによって2016年度中に実施され、代表選手が決定される。参加した人には誰でも日本代表になる可能性がある。 日本では2014年にコピーライターの沢田智弘氏らのグループがクラウドファンディングを使い日本初の公式団体として日本バブルサッカー協会を設立をしているその後東京支部関西支部が中心に全国的に活動メディア掲載やイベントレンタル販売などで多数の実績を誇る2016年よりバブルサッカー協会関西支部にて 主に小学生を対象とした子供用バブルボールが取り扱い開始されている。2017年頃からは企業運動会の種目としてバブルロワイヤル、バブルリレー、バブル倒しなどが玉入れや綱引きと一緒に行われる企画が増えている。2019年よりバブルサッカー協会関西支部より2の3歳から未就学児を対象とした幼児用バブルボールが導入されている。 2021年6月日本バブルサッカー協会が本部が大阪に移行。会長に関西支部代表の松森祐希氏が就任している。同月よりエアー式バブルサッカーコートが導入。その大きさはコートが25メートル15メートル、ゴールが幅3.5メートル高さ2.5メートルとなっている。世界的に統一されたルールはなく、 それぞれの国で自由に試合が行われている。バブルロワイヤル、バブルボールを着用した、他人数でのスモーバブル相撲、バブルボールを着用した1対1の、スモーバブルリレー、バブルボールを着用したリレー、体当たりかや、敵味方で、反対回りにしたりすることで、幅が広がる。バブル積み上げ、バブルボールを何個高く積めるか、決まった個数を早く積み上げるかを競う。 人間バブル転がし、バブルボールを背負って、横に寝た状態の人を、味方が、大玉転がしのように転がして競争する。ありがとうございます。